u f o キャッチャー、u f o キャッチャー、正式名、u f o キャッチャー、読み、u f o キャッチャーは、株式会社セガインタラクティブが製造、販売する、プライズゲームに分類される、アーケードゲーム機及びリーズ名。クレーンゲーム機と呼ばれる、ジャンルの代表格の一つである。また、本来は、セガ製のものの機種名だが、一般には、他社製のものも含めた、クレーンゲーム機、 または、プライズゲーム全般の故障としても用いられる。UFO キャッチャーの名称は、1985年から2015年3月までの製造・販売元だった株式会社セガゲームスの登録商標である。製造・販売は2015年4月にセガインタラクティブに移管されたものの、商標は移動していない。一般的なクレーンゲームと同様、 プレイヤーがクレーンを操り、景品を獲得するゲームである。UFO キャッチャーの場合、多くの機種で操作には、重横二つの押しボタンを使用する。また、機種や設定によっては三つや四つのボタンを使うものも、ある。二ボタンの機種の場合、となる。クレーンを下ろすアームを閉じるの繊維は、機械任せである。三ボタンの機種では、このタイミングを、第三ボタンで指定する。 多過しなければ2ボタン機と同様、限界点まで動いた後に自動的にアームを閉じる。4ボタンの機種ではクレーンが2つあり、それぞれを別個の2つずつのボタンで操作する。なお、このアームの開閉機構は各社が特許あるいは実用診案を取得しているため、ライセンスを受けて開発した場合を除けば、他社製の類似機とは内部の動作が異なる。 ニューーユフォーキャッチャーの場合、楕円カムで押し開き、引きバネの力で閉じるようになっている。ちなみに、アームが挟む強さの目安として、爪の先が開いているかどうかが言われるが、これは、アームや爪の取り付け精度の誤差でも、結構ずれが出るので、実際はあまり当てにはならない。アームの強さを確かめるには、実際には、他人がプレイするのを見るか、自分でプレイするしかない。 開発当初は、景品をわしづかみにするゲームということで、イーグルキャッチャーという名称が検討されていた。しかし、クレーン部分を鳥の形にしようとすると、ハード的な問題で不格好なものになってしまうことから、内部に収まる機構に合わせる形に変更された。この結果、完成したマシンは、クレーン部分が空飛ぶ円盤のようだったことから、UFO キャッチャーと命名された。 セガは1965年、筐体を上から覗きながら、クレーンを操作して、景品を獲得する、スキルギガで、クレーンゲーム市場に参入。その際の景品はカプセルに入れられた菓子などが、使用されていた。その後、クレーンゲーム機は、ビデオゲームに押されて、衰退の一途をたどった。そんな中セガは、新たなクレーンゲーム機の開発に着手。 1985年に UFO キャッチャーの初代機が発売された。当時の景品の上限価格は200円で、その値で用意できる専用の景品がなく、カプセルトイ等が使用されていた。そのため、当初はあまり人気がなかった。ぬいぐるみが景品に使用されるようになったのは、当時の重役が海外出張の際、検品漏れのものが露店にて格安で、 売られているのに目をつけ、大量に買い付けてきて直営店に卸ろしたのが、始まりとことれる。それ以前のクレーンゲーム機と、互い目線の高さに景品が陳列されることもあり、人目を引くようになり、徐々に定着していった。例えばこの時期、ホビーパソコン雑誌に攻略記事が載るなどしてい、該当記事には、筐体の写真等は掲載されておらず、タイトル、記事内容とも、 機種名が合記されているものの、そのくらいのあやふやな情報でも、ゲームセンターの客層には、理解できる程度には、一般していたことが伺える。90年代に入ると、アンパンマン等の有名キャラクターを用いた、専用景品が数々投入され、大ヒットした。アミューズメント施設の他にもデパートの屋上や、高速道路のサービスエリアなどにも設置されるようになり、新機種の開発には、 オペレーター、店舗運営者の意見を取り入れた。以降、セガ以外の同業他社も同様のマシンで追随。景品も上限価格が300円、500円、800円と上昇し、多様化した。また、一般的な娯楽商品だけでなく食べ物や生活用品が用意されるなど陳列される景品は多様化。以降、アミューズメント施設の定番ゲーム機として定着している。 日本記念日協会は2019年に6月24日を UFO キャッチャーの日に認定した。UFO キャッチャーの本流にあたる通常タイプの機種は2017年の時点で9代目まで発売されている。ここでは UFO キャッチャーのシリーズ機について記述する。2010年以前に発売された一部機種に関しては2017年3月31日。 もしくは2018年2月28日をもって、修理サポートが終了した。また、UFO キャッチャー7シリーズの一部機種の一部、消耗部品の供給も2019年2月28日をもって終了した。UFO キャッチャーの名称はつかないが同型に数えられるものとして、より広いスペースに設置用のドリームキャッチャーに始まる、大型筐体のシリーズがある。 狭い店舗スペースに設置や子供のプレイを想定して設計された小型の筐体のシリーズ。通常タイプの半分、ないし3分の1程度のサイズ。他に UFO シリーズには入らないが、セガが開発に携わっている製品もここに合わせて紹介する。ここでは、セガ製の UFO キャッチャーシリーズと関連があるクレーンゲーム機について記述する。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。